なんと、佳代さんがパスポートを取得したようです。びっくりしましたね。ちょっと前まで、9月20日、デイリー新潮、パスポートの記載があるわけですよ。パスポートは、新たな勤務先がそう簡単に見つかるあてもなくて、それやっておく人いないでしょう。ある意味で、八方塞がりの状況になりつつあるんだろうか。そうですね、と。ニューヨークの経営さんも仕送りをする余裕はないようですと。金銭的には膠着状態というか、我々が仕送りしないといけないんですかってなりますからね。苦しくなっていく日々だろうと宮内庁側は分析しているようですと。佳代さん自身は日本での生活に疲れて、ニューヨークも含めた海外に出たいとの思いがあるとも聞きましたと。はい、すごいんですね、この人の憧れは。海外で、お菓子屋さんしたいという話もありましたが、それも先立つものがなければ成立するものではありませんから、なかなか現実的ではないと宮内庁側は見ていると言いますと。さらにこんなきな臭い状況にも、新たに浮上した金の問題に宮内庁もヘキヘキしていると。そのため彼女のことをまるで厄介者扱いするような厳しい言葉を飛び交っていると。まあ普通の反応ですね。皇室品格を持っての発言なんでしょうが、なかなか聞きたくない類のものですねとですね。まあそれは皇室 SNS でぜひとも載せていただきたいものだなと、宮内庁の本音っていう SNS で思いましたけど、ブラックジョークです。ちなみに関係者によると、佳代はまだパスポートを所持していないということでしたとあるわけですよ。9月20日では、佳代さんはまだパスポートを持ってなかったんですね。ちょっと状況が変わったみたいですね。佳代さんがパスポートを取得してしまったという話です。小室佳代さん、口癖のようにお嫁さんに会いたい、マクさんサポートのために渡米かと。ニューヨーク総領事館聞いてた話があったわけですよ。小室佳代さんがね、小室圭、小室真子の相談先はニューヨーク総領事であるから、たらい回しみたいな話がありましたけども、そろそろ近いんじゃないですか。まあ移住は無理だと思いますよ。けど韓国ぐらいだったら全然行けると思いますから、まあ、パスポートだけでもね。で、年が変わり、小室圭さんは弁護士として多忙を極めることになったと。一方、マクさんは本調子とはならず、心配な状態が続いているという。二人の危機に駆けつけるのは、かねて渡米を願っていた、ね、佳代であると。彼女が息子夫婦に向ける愛情は、海よりも深く、山よりも高いと。二人の危機に駆けつけると。まあ、ご自身が危機を引き起こすんですけどね。危機が危機に駆けつけると。そういうわけですかね。小室さんは出勤時、必ずと言っていいほど、アップル社製のワイヤレスフォン、AirPods をつけている。近所の飲食店店員の話と、彼が出勤するのは大体朝の9時過ぎですね。AirPods をつけながらハイテンションで歌っていて、いつも楽しそうですよと。もうちょっと遅いんじゃないですかね。この間撮られた動画だと10時半とかありましたから、もうちょっと遅いんじゃないですか。ところが、11日の出勤時の小室さんはやや緊張した面持ちであったと。スーツには珍しくネイビーなシックなシャツを合わせていると。第2ボタンまで開けてカジュアルダウンさせたのは少しでも平常心を保とうという彼なりの工夫なのかと。もちろん耳にはいつもの AirPods である。彼なりの工夫でも何でもないですね。まあ彼は第2ボタンまで開けるんです。小室さんの、まあ至る写真でそうですから。その日は小室さんの弁護士登録が完了したとロイター通信が報じた日でもあったと。最近彼は激務に追われているというと。どこが激務なんですか？週休4日で。しかも、最近行ってない話があるんですね。小室真子さんがちょっと体調不良で閉じこもってる話が最近出だしてるんですよね。僕はつわりなんじゃないのかなと思ってますけど、妊娠初期とかに現れるね。まあ、そんな気がするんですけどね。彼も不正で大学院に、まあ、行きましたけども、ありえないようなルートで卒業されて、卒業自体がおかしいことになりますから、僕は受ける権利ないと思うんですけども、奇跡的に受けた。まあ奇跡的になぜか知らないですが、合格されたわけですよね。タイミングとしては、まあ、全然あってもおかしくないかなって、合格するまでちょっと我慢みたいなね。まあそういう考えもですね、全然あると思うんで。ニューヨークで初めて弁護士登録をされる人の多くは20代半ばであると。小室はもう31ですから、優秀な年下の同期たちとの熾烈な競争にさらされることになると。しかも小室さんは大学の法学部で法律を学んだわけではなくて、ロースクールは VIP 待遇で卒業させてもらった。はぁ、書いてありますね。現在の事務所関係者も彼の能力に疑問を抱いていますし、弁護士としてはこれからが正念場でしょうと。奨学金も3年間出てますしね。LLM の奨学金はかなりの VIP 待遇だと思います。似たような奨学金がハワイ大学にもありますが、それを参考に適用させたかなと思ってますけどね。上皇陛下の奨学金がハワイ大学にあるんですよ。かなり似てますね。学位免除とかですよ。マイケル・マーティン奨学金をゲットしてるんですね。あまりよくわからない奨学金なんですよ。自身がマイケル・マーティンの性質を持っているとする理由も書いてくださいみたいな感じなんですよね。
そもそもマイケル・マーティンって誰なんですかっていう話ですからね。はい、その書けないじゃないですか。にもかかわらず小室さんは分量オーバーしたものすごい分量のやつを出したらしいんですね。何を書いたのかなってすごい読みたいですね。フォーダム大学はぜひとも公開していただきたいなと。学費がタダになりました。これも特権待遇だと思ってますし、寮費とか奥野さんのお金で何とかしたんじゃないのかな。奥野さんのお金って実質誰のお金なのかな。奥野さんのお友達は、ね、宮様でございますけどね、迂回してないですよねってちょっと思ってますけど、次の奨学金も言ってる、2年間空いてますけども、それもおかしいなと。 JD の奨学金の規則に、ね、LSAT とか GPA を考慮するって書いてある。小室くん LSAT 受けてないんですね。LSAT 受けなくてもいいよね、 LLM 行って JD に行ったわけですから、特例ルートで、たった一人小室だけだと思いますけども、消された2年生を適用したものかと僕は思いますけど、サイトの方には奨学金わずかですが受給できますと書いてあるわけですね。 LLM から JD に行ったのが小室さんだけだとしたら 100% 得れるわけですよ。まあ、非常に特例待遇に違いないなぁと思うわけですね。学位に関してもそうですけど、ビザまで考慮してるような気がしますよ。H1B のマスターキャップですね。JD と LLM の学位を小室くんは両方持ってるわけですよ。小室くんが逆に JD 行って LLM 行きましたって書くと結構優秀に見えちゃうんですよね。あとは、LLM があると H1B のマスターキャップっていう追加枠もらえるんですよ。確か2万ぐらいだと思うんですけど、最近 H1B 申請されてないという話がありますよね。じゃあ彼は何ビザでいるんでしょうか。ちょっとよくわかんないですよね。弁護士の仕事が本格化する一方で、家庭に戻っても小室さんの働きぶりは目覚ましいという。渡米後は眞子さんが一人で買い物をすることが多かったんですが、現在は小室さんが担当してますと。最近は近所のドラッグストアや自宅から電車で30分ほどの日系スーパーで彼の姿がよく見かけられます。ここでも読み取れるのが、眞子さんが外に出てないんですよ。やっぱり眞子さんはやっぱ閉じこもってるんでしょうね。手になってくるとやっぱりつわりなのかな。原動力となっているのは妻の存在でしょうと。眞子は気分の浮き沈みが激しくて自宅に引きこもりだというと。気分ではないと思いますよ。そもそも複雑性 PTSD は私は嘘だと思ってるので、複雑性 PTSD が正式に診断名として発行されたのは2022年の1月からなんで、どういう根拠この医者は複雑性 PTSD を診断されたのかなって、まあ、絶対忖度ですよね。不調はこの数ヶ月続いてるそうですよと。まあだから精神的に問題はないはずなんですよ。すごい楽しそうでしたし、ちょっと怪しいですね。小室さんは妻を一人にしておけないからと、できる限り在宅勤務をしていると。精神的な浮き沈みの激しさで自宅に引きこもるぐらいで、小室さんがこんな面倒見るって思うわけですよ。つまりなんじゃないのかなって僕は思ってますけど、そんな息子夫婦の危機を救うべく義母であるカヨが動き出したというわけですね。とうとうカヨが動き出すと、お金がなくてと、周囲にそうこぼしてるというカヨさんですが、その語り口はどこか前向きだったというと。まあカヨさん的には嬉しいんでしょう。小室家の知人の話と、一昨年に長年勤めた老舗の洋菓子店を辞めたので、今カヨさんは収入を得てないのではないでしょうか。退職金もらってますからね。それでもいつでも渡米できるようにと節約をしながら準備をしていたみたいですよって。節約ってその前に稼ぎなさい。節約してなんでタクシー乗るんですかと思いますけど、カヨさんの今の収入源って遺族年金ですよ。まだ不正受給続けてますから。あとはお父さんの年金です。結構余裕で生活できると思うんですけどね。どんだけ金遣い荒いんですか。持っていなかったパスポートも取得したようですね。なんとパスポートを取得と。行くんじゃないですか。彼女はお嫁さんに会いたいと口癖のように話してたから、まあ動機はありますよね。披露宴に行きたい。会いに行きたい。で、息子夫婦に会えると思えば、節制した生活も苦ではなかったでしょうと。で、実はこの数週間、自宅から彼の気配は消えていたと。また、女性自身によれば、昨年12月中旬、彼の自宅に郵便局員2人がスーツケースを引き取りに来る一幕があったと。前日の小室家の知人が続ける。彼は、マコの不調を痛く心配してたと。渡米前から訴えていらっしゃった複雑性 PTSD。それと、妊娠とも関係があるんでしょうって、ちょっと意味深なことが入ってあるわけですね。僕はそう思います。この記事を真だとするならば、小室のバックアップぶりがかなり手厚いんですよね。前まで精神不調だったわけですよ。そうじゃないっていうことは、いきなり出だして、すごいバックアップしだしたわけですよね。で、遠く離れたニューヨークで悩む息子夫婦のことを思っていても立ってもいられなくなったんでしょうね。マコさんは今頻繁にお医者さんに会ってるらしいんですよね。まあ、VIP の人たち、マー君を担当されたお医者さんだと思うんですが、まあ、その辺と結構会われたりするんで、ワンチャンあるかな。
やっぱり眞子さんが姿を現さないんで、そこも怪しいですし、また急に現し出したら私の予想は外れてたということなんですが、まあどうなんでしょう、見守っていきたいなと思います。まあ以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。はい、かなり怪しいですねこれ。以上です。